本当しか残らない。はい、スーパーポジティブティーチャー福です。ただいまですね、私ポジティブダイエットやっています。65キロから58キロにするというダイエットと、腹筋をバキバキにするというものでございまして、12月31日までにそれをですねやるとコミットしております。ただいまの体重が 58.55キロ、昨日よりも 100g 痩せました。あと 550g しっかりとですね結果出します。はい、ということで本当しか残らないという話なんですけども、これはですね、プロフェッショナル仕事の流儀という僕大好きな番組がありまして、これに出てた黒柳徹子さんのお話なんです。はい、黒柳徹子さんといったらやっぱり徹子の部屋ですよね。なんとあの番組ですね、もう1万回を超えてるんですよ。で、何年間やってるかというと45年間やってるんです、あの番組で。42歳の時にですね、黒柳徹子さんがあの番組に出て、そこから45年経ってるので、今なんと年齢黒柳徹子さん87歳と。で、その年齢も関わらず、ちゃんと自分の足で歩いて、ちゃんと自分の歯で物を食べれて、で、目もですね、すごくまだ良くてですね、老眼鏡を使わずに目もとかカンペを見ることができるという、本当バケモンみたいな方なんですけども、この方がですね、プロフェッショナルに出ていて、まあ、いっぱいすごいところはあるんですけども、僕はこの言葉、本当しか残らないという言葉がすごく響いたんですね。どういうことかといったら、嘘をついてしまったら、もうそれは回り回って自分の首を絞めること、番組の首を絞めること、いろんな人の自分の人の人生を狂わすことにつながってしまうと。だからこそ嘘をついたらいつかはバレるし、いつかは終わってしまう。黒柳徹子さんは本当しか残らないという考えのもと、本当のものをちゃんと見ている人に届けようと。お笑い芸人が来てネタをやっても面白くなかったら笑わないし、面白かったらちゃんと笑うし、これをですね徹底しているというですね、ことを言っていて、まさにプロフェッショナルだなと思いました。黒柳徹子さんがこの番組に出るにあたって2個ですね条件を出したんです。1つ目がですね、スタッフを入れ替えない、視聴率が悪くなったといってスタッフを入れ替えることをしないでくれというのがまず1つで、2つ目が編集をしないということです。この2つをですね条件出したんです。スタッフを入れ替えないということは、今ある番組の中でみんなが1人ずつがレベルアップして、この番組をどん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 成長させようと。誰か1人でもね、抜けてしまったらこの番組というのがレベルが下がってしまうと。みんなが作るものだからこそみんなでレベルを上げようと。視聴率が悪くて全員総特会みたいな、そんな人事をしてしまったら本来あった良さもなくなってしまうと。積み重ねていけ、信頼を大切にしていこうという気持ちが、そのスタッフを入れ替えないということと、編集をしないというのは、もうまさにこれが生放送だと思って、ありのままのゲストの姿を見せるために一切の編集をしないと。編集をし始めるとですね、自分の意見、スタッフの意見、いろんなことをいろいろ考えると、編集者作業も長くなるし、ありのままのものが伝えられなくなってしまうから、その2つの条件にして、で、結果今45周年なので、やっぱりこう黒柳徹子さんがやってることっていうのは正しいんだなと僕は思いました。で、本当にきめ細やかな方なので、相手のゲストの衣装を先に仕入れてですね、そのゲストの衣装に入る衣装を自分で考えて、その本番に臨むというですね、気配り、心配りがあるんですね。必ずゲストが来る前に、しっかりと想定した情報をしっかり出て、しっかり自分でメモを取って、どう進行するかも全部決めてやるからこそ、相手のペースに飲まれないんですよ。徹子の部屋という場所は徹子さんの進行のもとに、徹子さんの考える相手の最大の良さを引き出すという番組なんですね。なので、相手の話をね、ただ聞くだけではなく、ちゃんと徹子さんのちゃんとしたルールのもとに相手の良さを引き出すというですね、ほんと特殊なんですけども、なかなかできない、視聴率もほとんど気にしてないそうです。自分がしっかりとありのままを届ける、ゲストのありのままを届けることが一番の、見てる人たちが喜ぶことだと思って、それをやり続けて、そして情熱を持って継続してる黒柳徹子さん、まさにプロフェッショナル、こういう人間こそがこれからの世界、社会に残っていくものだと思います。僕もまだまだですね、本当しか残らないというところの本当というものを
全部理解はしていないですし、やっぱり自分に甘い部分もあります。でも本当と思うことを嘘をつかずちゃんと胸を張って生きれるように黒柳徹子さんから学んだので、ぜひともこれを聞いて何か心にね残るものとか、何かあ自分もこうしてみようとかあったら、きっとですね、この毎日ポジティブが遅れてですね良かったと思いますので、今日はそんなことをお伝えいたしました。ということで以上、毎日ポジティブでした。ご視聴ありがとうございます。